はい、What's up、哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は石破内閣支持率急落、原因は現行不一致と〇〇〇いじめというテーマでお話ししてみたいと思います。今日はまずね、石破内閣の最新の支持率の状況についてね、お伝えしたいと思うんですけども、共同通信が10月初めに行った世論調査では支持率が 50.7% だったんですね、石破内閣はね。これでもね、政権発足当初の支持率としては非常に低く、最低レベルだったんですけども、それからわずかね10日間で何パーセントになったと思います？実はですね、 42.0% まで急落したんですよ。それと同時にですね、不支持率も 28.9% から 36.7% へと急上昇。つまりね、普通は見られるはずのご祝儀相場も石破内閣には全くなかったんですよね。その上さらにこの支持率の急落はまさに異常事態と言うべきでしょうね。なぜなんでしょうか。なぜこんなにね支持率が落ちたんでしょうか。どう思います？この短期間でのこの支持率の急落にはね、いくつかの具体的な要因が挙げられるんですけどね。まず問題視されているのがやっぱり石破氏の表現というかね、現行不一致なんですね。例えば総裁選の時にはね、首班指名後国民に信を問うために直ちにね解散すると主張する小泉進次郎君をたしなめるかのようにね、予算委員会をやってしっかり議論し国民に判断材料を提供した後に解散すべきだなどと正論をぶっていたのにね、総裁になった途端前言をあっさりと翻し速攻で解散に踏み切りましたよね。これはちょっといただけないですね。石破さんってね、憲法7条解散、つまり天皇が内閣の助言と承認により国事行為として行う解散なんですけども、その7条解散、質条解散とも言いますけどね、それを行うべきではないというのが持論だったはずなんですよね。これはね、石破さんが唱える数少ない正論の一つだったんですけどね、それだけにね、この手のひら返しはさすがにね、僕もちょっとショックでした。石破さんのことそんなに信用してはなかったけど、これはねちゃんとやるんじゃないかなと思ってたんですよ、頑固にね、このあたりはね。ところが全然頑固じゃないですね、石破さんってね、コロッと変わるんですよね。これはね、僕だけに限らずね、となった国民が多かったんじゃないかと思うんですよ。またね、かつてはアベノミクスに対しても結構批判的だったんですよ、石破さんはね。最近はですね、それがね、経済をそのデフレ状態からね、デフレでない状態に戻したとかね、雇用を増やして GDP を成長させたなどとね、高く評価する発言をし始めたんですよ。でそれをね、踏襲すると、言い出したわけですね。それから総裁選の際には岸田氏の言う新しい資本主義ってよく何のことかわからないみたいなことを言ってたんですけどね、当選後には急にですね、岸田総理が進めてきた新しい資本主義を加速するなどと宣言したことでね、さらに国民を混乱させてましたよね。この点についてはね、10月2日付のデイリースポーツによれば、12日放送の読売テレビ、今田耕司のネタバレ MTG ミーティングかなに出演した元衆院議員の、杉村太蔵氏は、以前に同番組で、投資家視点では、石破総理になったら私は全財産銀行に移しますと語っていたんですけどね、今もですね、投資家目線では全く信用できないと、7月に新しい資本主義がよくわからないと言った人が、当選直後に新しい資本主義を加速すると言ったから、この短期間で学んだんですかと皮肉たっぷりに突っ込んだそうですね。僕はその番組見てないんですけど、なんとなく目に浮かびますよ。また総裁選の最中ね、石破さんは原発を最大限利用するようなことを言っていたんですけれども、総裁になった後はね、つい最近行われた討論会では、原発比率の低減はあり得るなどと述べてね、またまた手のひら返しをしたようですね。石破さんってね、本当に言うことがね、猫の目のようにコロコロ変わるんですよ。ね、石破さんってね、体重は結構重そうなんだけど、言葉は軽いですね。もう一つの大きな支持率低下の要因は何だと思いますか？これはですね、旧安倍派を中心とした非公認や比例重複立候補の禁止の処分なんですね。石破政権は政治とカネの問題に絡んだ12名のね、
議員を非公認とし、さらに40名以上の議員に対して比例代表との重複立候補を禁止するという異例の、ね、措置を断行しましたね。まあ、これね、国民に受けると思ってやってるんですけどね、国民は必ずしもそんなに甘くないんですね。厳しくやってもらいたいとは思ってるんですけれども、これで十分とも思ってないわけですよ、ね、しかも別の面でね、ちょっとおかしいなと思ってる部分もある。これはね、検察が入りね、刑事的な処分がもうすでに行われて、また自民党内の、ね、正式な手続きを経た処分も、まあ、行われた後の行為なので、一時不再理の原則に反する二重処分と言われても仕方がないんですよね。このあたりも国民はですね、ちょっと変なところもあるなと、ね、本当に公平にやってるんだろうかというところがありますね。党内の全議員に対して公平に行われているならまだしもですね、この処分がですよ、旧安倍派や高市支持グループに偏重している点もね、物議を醸しているわけなんですよ。まあ、特に僕らね、保守派から見るとね、これはね、何やってんだっていう感じなんですよ。旧安倍派のある議員、まあ、名前言いますね、萩生田光一さんなんですけど、萩生田さんなどはですね、政倫審での説明はしなくてよいと森山裕前総務会長、まあ、現幹事長ですねに言われたから、それに従っただけなのに、なんと今になってね、政倫審に出なかったことを理由にですね、処分したということを聞いてですね、もうびっくりして本当に憤ってましたよね。まあ、事実なら本当にね、ひどいなと僕も思いますよ。まさに〇〇〇いじめ、安倍派いじめですよね。答え出ましたね、〇〇〇というのは安倍派ですまあ、ただ萩生田さんらのね、まあ、経理処理がずさんだったことは事実なのでね、基本的には、まあ、僕はあまり同情する気にはなれませんけどね。まあ、ひどいなと思いますよ、自民党執行部のやり方はね。まあ、ただ、まあ、身から出たサビというところもあるんでね、まあ、しょうがないとは思いますけれども、まあ、今回の処分のおかしなところはですね、先ほども言ったようにね、処分対象が旧安倍派あるいは高市支持グループの議員に偏重しているということなんですね。そしてね、裏金問題というか副裁問題は石破氏自身も抱えているのに、そこは単なる事務処理ミスなどとして不問に付しているんですよね。これもおかしいでしょう。まさにね、韓国のことわざ、ナロナムブルの世界ですね。知ってます？ナロナムブルってね、僕何回か言ったと思うんですけどね、ナっていうのはね、自分っていうんですね。ロっていうのはロマンスという意味らしいですね。そしてナムというのは他人ということらしいです。でブルというのが不倫という意味でね、自分がやったらロマンス、恋愛です、純愛という感じかな。で、他人がやったら、不倫だというような意味らしいです。まあ、要するにダブスタの身勝手な解釈ということですね。まあ、そういうものがね、この今回の石破執行部にあるんじゃないかと、まあ、言われているわけですね。具体的に説明しましょう。石破茂氏が長く代表を務める自民党鳥取県連では22の支部が30件、総額128万8710円の交付金を受け取ったと記載されていますけれども、県連の収支報告書には該当する支出の記録がありませんでした、ね、こうした不記載問題は実はね、石破総裁だけではないんですね。同じく党執行部の一員である小泉進次郎、選対委員長周辺でも起きています、小泉進次郎氏が代表を務める自民党神奈川県連では13支部が51件、総額698万7850円を受け取った記録があるにもかかわらず、県連側には支出の記録が一切なかったということなんですよね。もちろん石破さん、小泉さんの両ケースともね、そうした資金を使っていないのならその分の現金が残ってるはずなんですけどもね、その記載もないということなんですよね。これどういうことなんでしょうかね。例えば裏金化していることも十分あり得るわけで、きちんとした真相の解明が必要ですよね。まあ、こうした矛盾に対しね、マスコミが神奈川県連および鳥取県連に見解を求めたんですけどもね、まあ、多忙などを理由にしてね、多忙って何ですかね、いつでもみんな多忙ですよ。でもこういうことやらなきゃいけないんじゃないですか、きちんとした釈明はね。
でも多忙を理由に、ね、断ってきたって言うんですよ、ね、要するに正式な回答を拒否しているということなんですね、未だにね。ひどいもんですね。これらの不記載も当然政治資金規正法に違反する可能性が十分にあるんじゃないかと僕は見ているんですけども、いかがでしょうかね。しかし石破氏も小泉氏もこれを単なる事務処理ミスで済ませ、あとは大かむりをしているという状態なんですね。このままで本当にいいんでしょうかということなんです。そして残念なことに石破執行部に対してはなぜかマスコミの追及はかなり鈍いですよね。また石破内閣の閣内でもいろんな問題が発覚していますよ。今からそれらをしっかりと整理して、お伝えしたいと思いますと言いたいところですが、続きはですねちょっと長くなっているので次の動画で、お話したいと思います。ぜひ引き続き次の動画をご視聴くださいね。よろしくお願いします。